メナード。かわいい。疲れてるとついつい見ちゃうんだよな、うん、癒されるな。よし、ミューニャ、肌のことは僕たちに任せて。ミューネ君とビューニャン。肌荒れニキビに先回りして肌の調子を整える。温泉の研究から生まれたメナード薬用ビューネ。任務完了。カット、いいですね、はいはい、まあ、よーい、スタート。ミューニャン、遊んでるの？おお、じゃれてるのね、これ見てる。うん、そうはないですね。ちょっとトントン叩いてください、痛くないんで。お、ミューニャン、かわいい。え、どうした？あ、お鼻赤いね。遊ばないね。かわいい。かわいい。ちょっと一回入っていいですか？はい。はい。じゃあ一回カットして。はい。かわいい。かわいい。はいはいはい。おお、じゃれてるのね。いいよ。元気だね。うんうん。無理だよ。こっちこっち。あ、無理。かわいい。あ、何ですか？よく頑張りました。ありがとう。アイカット、なんか泣いたね。泣いたね。アイカット、はいはいはい、はい、チェック。はい、お邪魔します。どうぞ、よろしくお願いします。プレイバックしています。プレイバックしてすごい綺麗です、2人とも。はい、お願いします。ちょっとちょっと、ビューニャ、アイカット、はいはいはい、はい、どうでしょう。君を悲しませれば僕は許さない。あと、あ、いいです。色的にはいいです。あと、さらに感情的になって言いました。僕は許さない。君を悲しませれば僕は許さない。ありがとうございます。これパーフェクトですよね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いい感じ。今回久々に、薬用ビューネの新 CM を撮るということで、すごく楽しみで、で、まあ、少しちょっとこう久々だったので、少し前にやってたサバイバルをやってた役をやってたので、ちゃんとこうビューネ君になれるかどうか少し心配だったんですけど、あのメイクして、で今回ビューネの B が入った衣装を着た瞬間に、あ、よかった、ビューネ君になれたとすごく安心しましたし、あと今回ビューニャンという新しいキャラクターが加わることによってこう仲間ができたので、すごくまた新しいビューネ君のなんかこう世界観というか、新しいなんかこう CM ができたんじゃないかなと思います。はい、まあ本当に今回の見どころは、まあ、先ほど言ったように新しい仲間というかビューニャンですね。まあ、これまで僕が、生活でこうビューネ君として寄り添ってこう生活を応援するという形でやってきたんですけど、今回もう一人仲間が増えたということで、ビューニャンと、ビューネ君の僕がこう寄り添って、なんかこう肌と心をこう穏やかにしていくという
まあ、新しいイメージというか、まあ、そこが一番の、まあ、見どころなんじゃないかなと思います、はい、僕プライベートで紳士会という会をやってまして、メンバー3人なんですけど、全くこう違うジャンルの仕事の方たちで、なんかこう仕事で悩んでることとかうまくいったこととか、そういうことをこう互いにたわいもなくこうああだこうだ言いながら言い合える関係っていうのは、なんかこう頼もしいというか、なんか自分が話を聞いてほしいときにすっとこう寄り添ってくれるお二人なので、すごく信頼してますね。はい、いい仲間というか、はい、まあでもコーヒーおいしく入れるとか、目覚めの一杯おいしく入れるっていうのは本当こだわってて、そういう仲間もいるんですけど、あと最近はですね、デンマークの缶ビールなんですけど、すごく缶のデザインがすごく鮮やかで、飲み終わった後の缶を例えばテーブルとかにこう並べておくとすごく綺麗で、写真撮ったりするとすごく映えるんですよ。それは最近ハマってますね、はい、こう1年間通して、まあ、いろんな作品に入ったりすると思うんですけど、まあ、その中で、まあ、楽な撮影ってなくて、結構きついなとこう精神的に追い詰められる時ってやっぱり多々あるんですよね。まあそれを毎回乗り越えなきゃいけないんですけど、まあそういう時になんかこうあれですね、ふっと自分がなんかこう何か言葉をかけてもらうじゃなくて、なんかそういうのを察してパッとこうなんかこう支えとなるというか、こう前を向かしてくれる言葉をかけられたらやっぱ嬉しいですけどね、はい、やっぱそんな人間強くないというか、やっぱり誰かにこう頼りたい時とか、なんかこう声かけてもらいたい時ってあるので、まあそういういい仲間をこう持って、いい仲間をこういい仲間と、まあ、常に一緒にいることは大事なんじゃないですかね。